はい、こんにちは、レトスの小野です。本日は早速3問に入っていきます。 AB 間で土地の売買契約をした。期日になっても買い主 A は売り主 B に対して代金を支払わないため、売り主 B も期日に土地の引き渡しをしませんでした。この場合、代金を支払わなかった A、買い主 A は履行地帯となる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。 A の代金支払い債務と B の土地の引き渡し債務、これは同時履行の関係になってます。つまり買い主 A は同時履行の公弁権があるため、履行期を経過しても履行地帯の責任は生じません。したがって×なんですね。で、同時履行の公弁権、同時履行の関係、これどういったものか、これイメージするとすごく簡単なんですね。あなたがスーパーで商品を買うとします。その場合、お金を払って商品を受け取りますよね。あなたがお金を払う行為とスーパーが商品を引き渡す行為っていうのは同時に行われます。つまりあなたがお金を払わなければスーパーは商品を引き渡しませんよって主張することができるんですね。このスーパーの引き渡さない権利、商品を引き渡さない権利を同時履行の公弁権と言います。で、今回の問題もこれと同様なんですね。売り主 B が期日になっても土地の引き渡しをしなかったということなので、買い主 A さんは代金を支払いませんって主張することができるから、買い主 A は同時履行の公弁権を主張できる。したがって、履行地帯にはならないんですね。つまり約束を守っていませんよねって、遅れてますよねってならないんですよ。もし売り主 B さんが土地の引き渡しをしてしまったとか、別の理由がなければ買い主 A っていうのは履行地帯になりません。よって答えは×になるということです。で、問2です。法人の役員のうちに私文書偽造等の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられている者がいる場合、当該法人は免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば免許を受けることができる、丸か×かという問題です。これ答え×ですね。役員が私文書偽造等の罪により罰金刑に処されても免許の欠格には当たらないんですね。つまり5年を待たずに免許を受けることができます。役員とか支店長などの政令使用人、政令で定める使用人が宅建業法違反だったりとか暴力行為、これによって罰金刑に処せられた場合っていうのは免許の欠格に該当するんですね。したがってその法人も刑の執行後5年を経過しなければ免許を受けることができないです。しかし今回っていうのは宅建業法違反とか暴力行為ではなくて私文書偽造が原因の罰金刑ですよね。なので結核には当たらないから5年を待たずに免許を受けることができる、よって罰になるということになります。で、これ間違いやすい部分なんで、個別指導では動画を使って解説します。動画を使って細かく解説するってことですね。なので受講者様は受講者専用のメルマガからご確認ください。で、問3ですね。土地区画整理組合が仮勘定を指定した場合において、当該処分によって使用し、または収益することができるもののなくなった従前の宅地については、勘定処分の公告がある日までは、当該宅地の損する市町村がこれを管理する。丸か×かという問題です。答えは×ですね。仮勘定の指定により使用収益することができるものがなくなった従前の宅地っていうのは誰が管理するかというと、施工者が管理するんですね。仮勘定の指定の効力の発生日から勘定処分の公告がある日までは施工者が管理します。今回の問題で言うと土地区画整理組合が施工者なので、この土地区画整理組合が管理するわけです。市町村が管理するわけではありませんので×になるということです。理解学習こそ宅建合格の秘訣です。一緒に理解学習を実践して来年絶対合格しましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。